パンツァー61とは、スイス連邦の開発した冷戦機の中戦車である。略称、PZ61。後には、第二世代の主力戦車に再分類された。この戦車は、車重が36.5トン、630馬力のディーゼルエンジンで駆動し、路上での最高速度は、時速50キロメートルとなった。PZ61 の主兵装は、105ミ、mm、リメートル戦車砲である。 1950年代の初期を通じ、スイス陸軍は気候兵力の強化を図るため、近代的な戦車の購入を試みていた。これは、朝鮮戦争のために不可避なことが分かった。間に合わせの解決策として、スイス陸軍はフランスから AMX-13、軽戦車を購入し、また、国産の中戦車開発を決意した。最初の試作車両と量産車両は、 パンツァー58と呼称された。最初の PZ58 試作車両は国産の9 0ト、mm、ルライフル砲を装備しており、第2試作車はイギリス製の8 4ト、mm、ル後径のオードナンス QF20 ポンド砲を積んでいた。また、第3試作車は量産車両と同じ黒いあるオードナンス l 7 1 0 5ト、mm、ルライフル砲を搭載した。 パンツァー58はパンツァー61の先行量産型と似たものとなった。そして1961年、スイス議会は150両の PZ61 の量産を認めた。この車両は1965年から1967年に、かけ、エイジェナッシャーコンストルークシャンズワークスタットのトゥーン工場にて生産された。 1967年から1994年にかけ、もっと先進的な後継車両であるパンツァー68の技術によって、パンツァー61にも改修や装備追加が施されていった。1994年、最後の PZ61 大隊が新型戦車に装備更新した。いくつかの装備品の中でも PZ61、 オリジナルの同軸基準のエリコンゴ t g 計 20mm 機関砲が PZ-61AAQ から砲塔上に装備された、対空用と同じ MG517.5mm 機関銃に交換されている。車体が戦車砲68や65式戦車、回収車 ARV の試作型、そして68式加強戦車の最初の試作に転用されている。 PZ-61 の天輪と無限軌道が68、指揮標的戦車にも流用されている。映画、スターリングラードの中で、PZ-61 は2両が3号戦車に噴して登場した。これらのレプリカは、エニグマ奪還、ディファイアンスにも再利用されている。エビーちゃんと、 クリストファー、A コンペンディアムオブアーミメンツミリタリーハードウェア、ラウトレッジ、P10、ISBN0 から 710207204? フォード、ロジャー、ザワールズグレートタンクスフロム n 九 s f r o 1916-2プレゼントで A、ブラウンパッケージングブックスリミテッド、P121、ISBN1 から89万7884から 29XHTTPS。29 アーカイブ org, ディテールズ、ワールズグニアタンクス00004という 1Y3 ページ 121http コロンスラッシュスラッシュ www.jen.com スラ ex ッシュエキスラッシュエクストラクトスラッシュ jaa スラッシュ jaa0067html-http コロンスラッシュスラッシュ www.jen.com スラ ex ッシュエキスラッシュエクストラクトスラッシュ jmvl スラッシュ jmvl 0200.html ありがとうございます。